イガルも続きからやっていきたいと思います。どうでしょう、だいぶゆたちゃんの服が変わっております。なんかね、もっと本当はクールな感じにしたかったんだけど、なかなかちょっとなくて、なので、まあ、仕方ないかなと。で、ですね、まずじゃあマイショップ見ていきましょう。あら、はい。あら、あらあら。やったわ。誰？こんにちは、次のブロンズコンテストに参加する？私はもちろん参加するわよ、腕が鳴るわ。本当もよかったら来てみなさいよ。待ってるわ。来てみなさいよ。なんで上から目線なの、あの女。敵ね。あ、誰もいない。え、何？カイコドリ鳴いてんだけど、びっくりした。カイコドリじゃ、カンコドリ？なんて言うんだっけ。そういえば、そっか、まだ、現実世界は7月になったんだけどさ、この世界ってまだなってないのか。なってないんだ。そっか、忘れてたわ。現実世界が7月だからさ、もう雑誌変わってんじゃねって思って今ちょっとテンション上がってたんだけど、全然違いましたね。お、秋来たんだけど。こんにちは、頑張ってるみたいな。関心関心。オーナーのこと？もちろんいい上司だと思ってるわ。いつもルミナのことを一番に考えてくださって本当に感謝してるの。足長くなっちゃったわね。そんな長くないねえ、マリエ、なんかもう次々と来る。元気だった？実はメイクサロンのラインナップが増えたのよ。へえ、それは気になるわね。あ、よかった、お客さん来たみたい。もううち閉店かなと思ったもん。うん。服に自分流こだわりがある。濡れせんべいが好き。え、美味しいよね、濡れせんべいね。わかるわかる。うん、確かにこだわりしかなさそうなスカート履いてるもんね。びっくりしちゃった。ワンピースを買うと決めてるんだ。ロックなのかクールなのか。ロックっぽいよな。多分これでいいんじゃないかなって思ってる。あ、待って。お値段見てない。あなたお値段。2万円。これは？はい。もうちょっとかかるみたい。まあ無難じゃないですか？うん。ただこれに何を合わせるかよね、正直。帽子？嘘でしょ？死んだと思う。帽子はないでしょ？アズーサーはあるけどさ。え？ブランドで言うとこれなのね。え？いらないと思うんだけど。ね。あと、帽子でわざわざそこ入る必要ある？その場で被ればみたいな。うわ、ダサい。なんか原色なおだから余計ダサいわね。来週また寄っちゃうからね。来週にあなたのこと忘れてると思う、私。ごめんなさい。やっぱ、ハテナさんから行きたいよね。ハワイに住むことが夢。相談事をされやすい。こんな白い、すごい、紅は白いわ、目も白いわの人に相談する？ちょっとあんまり相談したくないよね。は？やっぱそんな人に相談したくないね。あなたかな。体に痛いものが好き。フリマでは必ず値切る。え、うちの店値切るの無理ですよ。定価で買ってください。キズナちゃん、靴に合うワンピースが欲しいの。どういうことなの。ああ、なるほどね、これだ。絶対これだよ。もう色味合ってるもん。足出しすぎかな。
待って待って、チャイナってさ、あ、チャイナってワンピースカウントしてくれないの？そっか、チャイナドレスだもんね。あ、そういうこと？あ、何よ、細かいわね、あの女。いや、ま、普通なんだけどね、これが。何？お、増えた。え？高飛車な女の子。もう既に悪口なのよ、高飛車の女の子って。で、金魚を大切にしてる。へぇ、意外性じゃない？高飛車な女、金魚大切にするんだ。派手ねー私って、結構健康でいい肌してるでしょ。帰れよ、もう。知らないもんだって、そんなこと。夏には必ず海に行くことに決めてるからさ。あ、そう。T シャツ？なんだ、こんなガラガラな T シャツ持ってないぞ、私。T シャツ。ごめん、T シャツね、これしかないの。ブランド違うよね。色味も違うしね、ごめん。いらないでしょ？そうだよね。お似合いですよ。あ、やっぱ高飛車だからね。高飛車だから買っちゃうよね。うん。よし。簡単な女だったわね、あの。お金ないのよ。結構入荷したのよ、これでも。あ、一番絶対気になる。肌荒れが気になる。こんにゃくはすごく好き。それが原因じゃない？こんにゃくばっか食べるのも極端で良くないと思うよ。うん、さっきさ、すごい美人さんとすれ違う。私？うん。え、なんだ？か、いいパンツってどれ？いいパンツ？でもかっこいいパンツでしょ？これだよ。スラッとやっぱね、足を細く長く見せたいっていう。まだ開けないでって言われた。まあいいじゃん。さっきまでより全然ね、見やすくなったよね。見やすいってなんだって感じだけど。いい感じ。あ、マジ？インナーか。インナー。これじゃね？絶対これだよ。うわ、私好みの女になってきたよ。100点。100、ちょっと首のそれさえ引きちぎってとりあえず捨てない？うん。とりあえずね、ちょっと色があんま好きじゃないわ、それ。着ていくべきよ、あんた。今着てる服ヤバめだよ。やばすぎるフワちゃんって感じ。はい。いつも元気いっぱい、すごくポジティブで人気者。本当？疑いの眼差し。こういうとこになんか人気者って書いちゃう人ってあんま人気ないんじゃない？今いいかしら。うん。爽やかなワンピース。いや、爽やかなワンピースでよくない？ねえ、なんかその、待って、お金いくら？ 3 万円？でも、アズーサでしょ、この人。これでいいんじゃない？爽やかかどうかわかんないけど、私は好き。あ、本当？普通って感じ？爽やか全開。本当？爽やかの基準わかんない。彼女は独特な感性の持ち主かもしれない。ランちゃんね。やっと10万円ようちのお店お金。しんどいわね。ああ、真ん中の人かな。ただいまダイエット中。毎朝ジョギングしてます。偉いじゃん。一言も偉いじゃん。うわ、すっごい。私、街を歩くときとか、常に食べながらなの。なんで？歩くとき食べなくてよくない？別に。キャンディーをガリガリとかじ、なんかいるよね。たまに飴すごい勢いで噛む人。苦手なのよ。なんで？と思うの。舐めろよって。この人なんだ？ T シャツでしょ？
やべ、マジ T シャツが全然ないのよね。これでいい？はい。なんとか落ち着かせようとしてるんだけどね、色的に。あ、いい、よかったよかった。いいははーん。なんか曲でも変えます？お店の。休憩しないよって言われた。じゃあちょっとお店行って、お店じゃないわ。屋敷行ってくるね。バイバイ。あ。やった。はい。あ、在庫数増やせるよ。もうお金がないからどうしようもないんだけどね。60。もう一個いける。やった。え、すごい、嬉しい。一気にこんなに増やせるのは嬉しい。あー、もう無理か。なるほどね。これだけですね。よし。あ、マジで帰っちゃった。あれ、お店の BGM ってここで帰るんじゃなかったっけ。違ったっけ。お店のお金アップって何ですか？アイシャドウ6個集める。あ、そういうのあるんだ。なるほどね。さよなら。あれ？お店の BGM ってどこからだったっけ？いや、ふーん。ここか。あったあったあった。これにしようかな。はい。これあんまり私使ったことない気がする、この BGM。うん。頭を使うと知恵熱が出る。テントウムシが好き。野生児ね。うん。森の中に住んでますって感じよね。シャツが欲しいんです。シャツが欲しいんです。シャツって難しいわよ。シャツ。これでいいんじゃない？ちょっとあれ行きましょう。パリオのとこ行きましょう。どうよ。あ、そう。バイバイ。いいです。コンテスト。ざわざわ。とりあえずブロンズ。はい。負けないわよって。うん。え、何この人？この人と私一緒にやるの？大丈夫かしら？勝てるのかしら？ちょっと不安だわ。うわ、スポーツカジュアル。ちょっと厳しめね。ちょっと勝てない可能性ある。ペアモデル羨ましい。なんかそっちの子の方がいい感じじゃない？あ、これはね、多分負けだと思うよ。あ、ちょっと歩み、髪型独特。こう思うとレナって可愛いなと思ったけど、白いな、でも顔が。まあでも元気って意味ではいいか。いいのかな。タンクトップや T シャツだろうか。そうだよね、スポーツだもんね。私スポーティーって本当苦手なのよ。え、これちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。種類じゃない。
ブランドで言うとスポーティーって何だったっけ、完全に忘れましたね。うん、完全にここだよね、このブランドだよね。もうブランドで縛っちゃうのが一番ね、わかりやすいんでね、ここでいいんだよね。これ違ったらもう罪だよ、この時点で罪。うん、できるだけ動きやすい服装がいいと思うのよ。嘘でしょ、これはちょっとヤバめじゃない。いる？あ、可愛くない？うん、これ可愛いぞ。でもね、中に着れるね服がまあ致命的に可愛くないのよ。これどう？ちょっと隠せるし、いや露出が高すぎる、さすがに。うん、今地味、ちょっと地味すぎるな。あ、なるほど。どうですか、どうですかってこともないわね。ちょっと負けたら笑って大笑いしてやって、ほんとちょっとね、負けるんじゃないかなっていうなんか予感がね今過ごしてるの。うん、ねえ、でもちょっと似合ってない、彼女にはちょっと似合ってると思うんだよなこれ。うわ、ちょっとどうしよう、似合ってるな、メイクも相まってすごい似合ってる。正気かよ、大丈夫かこれ、いい感じじゃん、本当にやってる、全然いい感じではないって私は思ってる、内心とってもね。負けたら笑いましょう、うん、って。いや動きやすいけどダサくね。うん、なんかそんなコンテストでドヤ顔でなんかランウェイするほどの服じゃないよね、全体的に。ごめんなさいって感じ。うん、これは勝ったんじゃない、今の人には。え、なんか暑苦しくない、全然スポーティーさを感じない、なんと負けよ言いたい放題よ。いやでもダメでしょあれ、なんか秋かなって思うもん、季節的にね。ここ 3人のうちだったら私はこれが一番マシかなって思ったけど、でもちょっと違くないとも思う。うん、何とも言えないわね。さあ続いて私です。え、こう見ると結構スポーティーじゃない、怪しさもあるけどね。えほら、うわどうしよう、勝てるって信じてる。まあまあだったよ。うん、え、ほんとそわそわするよね、わかるの。あ、よかったよって、ありがとう。でもいい男は何でもよかったよって言ってくれるのよね。特別賞。あ、だよね、わかる。わかるわかる。え、待って、これだったら絶対勝ちだよ。ありえないもん、残りのやつだね。超ダサかったですよね、余裕だったわ。うん、やった。どうもありがとう。いやもう超余裕でした、本当にワンダフルです、ほんとワンダフルって感じ。まあなんだろう、他が弱すぎたよね正直ね。うん、うわ猫のひらひら、どういう名前なのそれは、猫のひらひらって何、出たな。
あ、でも24日だってもうちょっとで7月になりますね、この世界もね。はーい、ありがとうね。よし、とりあえず受け取っとこう、もどっちもいらなくなったら捨てればいいんだから。なんかしようと思ったのよ今。あれ、こんなんだった？なんか独特な表紙じゃない？何これ。なんとも言えない独特な表紙。はい、ということでですね、まあ今回も無事にねコンテストも勝てたし、また次はじゃあまたお店のランクをね上げるために、次は星2ですねになるように、まあコツコツやっていきましょう。あと多分次回は入荷に行くことになるんじゃないかなと。なかなかね在庫がないんでね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。